発作性上質性頻迫は、間欠的に突然発症し突然収まる上質性頻迫のことである。多くの場合は無症状である。症状として、動機、立ちくらみ、発汗、息切れ、共通などが挙げられる。原因は、不明確であるが、危険因子には、アルコール、カフェイン、ニコチン、心理的ストレス、良心から受け継がれることが多い。 ウォルフ・パー・キンソン・ホワイト症候群などが挙げられる。根本的な基助は、通常、再侵入をもたらす、副経路によるものである。診断には、通常、心電図が用いられ、狭い、QRS 波と、毎分150から240の速い心臓の、拍動が見られる。初期治療には、バルサルバポーなどの瞑想神経操縦が用いられる。 初期治療の効果がないがその患者の血圧が正常である場合はアデノシン投薬が試されることがある。アデノシンが効果的でない場合はカルシウム拮抗剤またはベータ遮断薬が用いられることがある。それ以外の場合は同期除細動による治療が行われる。再発の予防にはカテーテルアブレーションが用いられる。 発作性上質性頻迫は1000人あたり約2.3人に発症する。通常12歳から45歳までに異常が現れる。女性は男性よりも影響を受けやすい。通常正常な心臓を持っている患者の治療効果は高い。心臓超音波検査は潜在的な心臓の問題を除外するために用いられることがある。ありがとうございます。